い、じゃあこんにちは。こんにちは。じゃあ早速ですけど質問します。今回、インターンシップに参加したきっかけを教えてください。学校の生産実習という、一応そうですね、生産実習をの先の企業を探してて、友達に紹介してもらったので、この企業を選ばせていただきました。はい、はい、では次に、インターンシップをじゃあ始める前の経験を教えてください。インターンシップ始める前、学校で、学校の 1、2 年生で C 言語と Java の基礎の方をやらせてもらって、3年生に入ってからは HTML や PHP の方を使ったプログラミングを勉強してました。はい、じゃあ今回インターンシップでやった内容を教えてください。はい、今回インターンシップでは、アニメを紹介する記事を書かせていただいて、あと、Android 版のゲームを、iPhone 版のゲームを Android に移植するっていう作業を手伝わせていただきました。はい、で最後ですけど、インターンシップの感想を教えてください。はい、そのプログラミング技術とかはもちろん未熟だったんですけども、その前に電話対応とかを一度任されたことがありまして、そういう多分常識的なところが欠けてることに気づいてすごいショックだったんですけど、今気づけてよかったなと思って、その来年就職する際にはこれを活かして頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。